FF7 リメイク続きやっていきましょう。この人なんか市長と会わせようと言ってたので、早速市長がお待ちです。中入りましょうか。なんだこりゃ。おお、やっと来たか。遅かったの。あ、わしがこの魔鋼都市ミッドガルの市長ドミナである。ずいぶんと暴れてきたようだな。の誰が尻拭いをしてやったと思っとる。どういうことだ。どうもこうもないわい。お前らが警備に見つかるたびに、カメラに映るたびに、通報されるたびに、もみ消してやったんだ。感謝せえ。なんだ、分派の連中は知らんのか。わしがアバランチと組んでおることを。何？驚くほどのことではあるまい。このフロアを見てみ、市長とは名ばかりの実態はこの通り。資料室の一角に閉じ込められたただの老いぼれだ。この冷遇に怒りを覚えるのは至極当然なことと思うがの。はっ、だったら話は早い。うん、私たちを研究施設に入れて。研究施設？なんだ、目的はプレジデントじゃないのか。囚われた仲間を救出したい。もちろんプレジデントの野郎もとっちめるけどよ。まあ、神羅を引っかき回してくれるなら何でもええわい。じゃあ、64階までは何とかしてやる。なんだよ、ケチくせえこと言うなよ。わしができるのはそこまでだ。市長なのにか。市長なのにだ。ミッドガルの市長であるにもかかわらず、わしの仕事といえば資料の管理。重役会議にも呼ばれとらんわ。市長が毎日毎日資料の整理、紙をめくりすぎて指は切り傷だらけじゃわい。この痛み、あの男は知るまい。悔しい、悔しい。ああ、わかった。あんたの恨みは俺たちが晴らしてやるから。な、落ち着け。深呼吸だ、深呼吸。ふん。カードキーをよこせ。ほれ、これで63階のリフレッシュフロアまで行けるぞ。そっからはどうすんだよ。63階に協力者がおる。そいつから64階のカードキーを受け取れ。合言葉は市長最高だ。ミッドガルの市長は最高。誰が何と言おうと最高。あ、お前が市長と言って最高と答えた者が協力者だ。分かったか。うん、ということだそうで、この人がいろいろやってくれたんだね。お前が市長と言って最高と答えた者が協力者だ。分かったか。うんだそうです。もう行きましょうか。こっちが通れないんだけど、行こうと思ったけど。じゃあこっち側、今は走ることができない。この人は？お困りのことがございましたら何なりとお申し付けください。協力者について何か知らないか。もちろん存じております。ただ
我々も何かと大変でして、だからというわけではございませんが、多少のお心づけをいただけますと。金取んのかよ！機密情報を漏らすとなると、それなりのリスクを伴いますので、そうですね、1万ギルほどいただければ。高すぎだろ！1万ギル持ってるけど、またいつでもお尋ねください。いや別にこれ知らなくてもなんとかなるよね。まさか市長が内通者だったなんて。本家の野郎、そういうことは教えとけよな。これ1万払わなくても進むよね、物語。進まなかったらなんなんだけど。でこれ下の方には降りらんないのか。宝箱。この方向？ここら辺にびっくりマークあるけど、いや、向こう側からか。一旦下降りてから多分先進むんでしょ。多分市長再婚なんだこれまあプレイステ版では当然こんなキャラいなかったんだろうね。もう全然覚えてないけど。でここからどこ行く？向こう側出られるか。市長爆発。さっき市長最高って言ったのか。この辺りなんだけど違うな。下降りてからか。さらにどこかから降りられる場所がないね。この辺りなんだけど、なんかブックのところを押すのは関係ないよね、もうね。あれ、なんでこんなとこでつまんの？なんか以前も詰まったことあるけど、マーキングがしっかりされてるとは限らないから。あれ、これお金払えってそんな話じゃないよね。多分もう進んでいいとは思うんだけど、そうじゃなく、だから前、あ違うか、向こう側か。だから進めなかったらどうしようかと思ったけど、大丈夫か。さあ、約束の地の情報をくれ。せっつかれる私の立場を察してくれないか。あの強欲どもをさっさと黙らせて、偉大な研究に没頭したいんだ。エアリス、お前とな。母親に似てきたな。惜しいことをしたよ。何も逃げ出さなくても言ってくれさえすれば対応したろうに。本当に残念だ。最後の純血種だったのに。そうだ、母親に会いたくはないか。と言っても顕微鏡越しだがね。大切な個体を回収していないわけがないだろう。隅々まで調べさせてもらったよ。毛髪、皮膚から内臓、骨の一辺に至るまで。やはり古代種は素晴らしい。誇りたまえ。ファルナは細胞まで美しかったよ。その表情、懐かしいよ。おっと、そろそろ会議の時間だ。それじゃあ、また後で。63階に到着。死んだ社員の憩いの場所へようこそ。こんな時間だけど、7番街の対応で残ってる人も多そう。自業自得じゃねえか。気を抜くな。協力者を探すぞ。
おうよ、社員の働きぶりの見物と行こうじゃねえか。これは上行っても意味ないんでね。63で確か見つけろのはずだったから。でも上行けることはいけるか。うん、64階ミーティングフロア。うん、通れないね。ああ、どうかな。お金払って聞いた方が良かったか。まあ、お金払っても戻ってこないなんてことないと思うけどね。1万も払ってね。うん、ここら辺の床への映り込みとか今綺麗だったね、ネオンの。さて、どこだ。ご覧いただけますか。7番街スラムには知り合いもいたのに、あいつら奴らどんだけすげえ爆弾使ったんだ。こちらはいいんだけど、焦げた匂いが充満しています。どうなるのよ、ミッドガル。どかせるといいんだけど。道路は所々陥没し、歩くのもダメだね、見当たんないね。今全員会話しようと思ったけど反応しなかった。これはどこか。あ、これも通れない。となるとやっぱ会話しないとダメかな。あれだよね、このマーキングがまだ協力者から離れてないんだよね。戻んないとダメか。じゃあちょっと戻っておきます。いや違うか、ここか。ここ行けばいそうだね、この方向。忙しそうだね。非常事態だからな。調査を開始しています。粉塵の影響範囲ってどう。なんだか少しだけホッとする。問い合わせが殺到していると報告が。オペレーター AI で対応させて。協力者を探そう。警備もいねえみたいだし、一息つけそうだな。うん、この方向。この中にいるっぽいんだけど、これ買い物できるかできないか。1万もあるからもうね、いろいろ買えそうだけど入れない。どいつだ、協力者は。それっぽい人に話しかけてみるしかないね。合言葉は市長最高だね。え、この方向でいいのかな。いまいち場所の感覚がわからないけど。で、今この右上の方、びっくりマークの上に上の矢印三角形ついてるけど、これ上行くとそれが消えたので、多分このエリアにいるはず。あれはなんだ。シミュレーターだ。仮想空間で戦闘訓練ができる。そんなんで本当に強くなるのかよ。この人か。なんだあんたら、何か用か。市長。最高。話は聞いている。上へ行きたいんだろ。おうよ。カードキーを渡す前に力を試させてもらう。は？あんたらが捕まったら俺たちだってただじゃ済まないんだ。当然だろう。これに挑戦してもらう。言っておくが簡単じゃないぞ。クリアできたらカードキーを渡そう。うん、ここで一定レベルまで上げとけってことかな。回復できる場所あるので行きましょうか。私たちにできることってないのかな。買い物できる場所ではない。音楽鳴る場所。まず休憩。少しまた離れた場所にアイテムの店のマークあったので、そこ行きましょうか。この方向。いらっしゃいませ。何にしますか。うん、4つほど。あ、違うな、武器防具の方か。
これどうなんだろう、威力強いのかな。またミスリルセイバー、どうすんのこれなんかネタアイテムっぽく見えるんだけど、でもそこまで弱そうにも見えないんでね。全部買うか、買えるんであれば。でミスリルセイバー使いましょう。もう4000、いやー微妙なラインだな、この金に関しては。治療買いたいような気がするけど、1個だけ買っときましょう。アイテム類エーテル2つほど、まあお金はもうないか。ちょっと設定だけ装備やっといてから進んでいこうかと思います。では装備整えたのでさらにやっていきましょう。ちょっと今鉄バット、この鉄釘バットやってますんで、どうなるか。これはマテリアの装備数がものすごくね多くなるという、そのような装備になってます、釘バット。どうする、諦めるか。ん、これはこっちが行けってことか。バトルシミュレーター選抜3人組対チーム市長最高、難易度は星3つになってるね。アイテムは使用禁止で、何か勝ったらアイテムも手に入るみたいだね。行きましょう。あー、こんなの選ばされるのか。この武器はそこまで威力はないので、まあそのあたりでどうなるか。ん、ターゲットが合わない。なんかモードチェンジをやった後に戦えば熟練度が上がるという話なので、アビリティ、多分これか。でこれをやった後に、うん、今カットバスだね。これとかモードチェンジ、そういうことね。この攻撃がこれになるってことか。まあこれやっとけば多分勝手に熟練度上がるんでしょう。なんか囲まれてんだけど、うわバレットよ、もうちょっと離れてもらいたい。これのみであればそこまで難しくないんだけど、バリアクラウド、やり過ごすぞ。うん、これは自分の方に常に来るからね。あれこっちもなんか攻撃おかしいぞ。あれ格闘になってんのこっちも。でもなんかいい感じにクラウドに変えましょう。ディスオーダー、こんな感じで常にやっていく。まあそこまででも受けるダメージも大きくないな。多分強くはないんでしょう。さてサンダー、もう一丁サンダラ。当たった今の、なんか当たってない。あ、サイで食らってるわ、いつの間にか。どうするかな。じゃあティファでバレットも、うん、どうするどうする。特段できることがない。貫いて受けてた。目が高いこう、見極め、まだ終われない。失せろ。まさか、あ、これは移動速度もあれだな。違うか、そかそか、強襲モードだとなんかバットで殴るかのような攻撃になるけど、それ以外ならば普通に移動もできるし、通常の攻撃が可能となっている。うん、横から突っつかれた。もう間もなく魔法が使えるようになる。倒したね。
今ヒート状態、ガンガン行きましょう。ブレイバー、ティファもオーバードライブ、バレットもグランドブロー、地面を叩きつける攻撃で、それで打ち上がるという話だけど、敵が重いからか、そんなことなかったね。さて、かっ飛ばしてもらいましょう。バレットも、バレットの武器は切り替えないとダメかな。この武器だとどうにもならないような気がする。いけるか。受けてた。自らにも消えあるら。ここからだ。揺さぶっていく。覚悟はいいか。切り崩す。どうせ回復できる場所があるからダメージ受けても大丈夫でしょう。あーでも連戦の可能性あるんだよね。そこら辺はもうどうにもならんけど今さら。アサルトモードで寄ってきたところをディスオーダー。嘘、敵が逆に離れていった。あと間もなく、なぜか今回はティファが襲われてる。うん、倒しきった。シャワー浴びたいな。クリアでメガポーション入手。コース再選択とかあるんだけど、まだやれってわけではなさそうか。これ後々なんか追加されるんだろうね、クリア後のなんか要素としてね。じゃあ行きましょうか。HP も回復してるね。あんたらなら大丈夫だな。これで64階のミーティングフロアへ行ける。エレベーターも使えるぞ。あんたら一体何しようってんだ。仲間を助けに来た。シンラの研究施設に捕まってる。おお、北条博士のところか。そりゃあ大変だ。あそこは関係者以外立ち入り禁止だぞ。方法は考える。北条はどこだ。そろそろ重役会議の時間だ。大会議室にプレジデントや北条、他の統括たちも勢ぞろいするはず。そんじゃ乗り込むが、プレジデントを人質に取っちまえばこっちのもんだろ。そりゃ現行犯で即拘束だな。敵の状況を知りたい。敵情視察か。まず男性用トイレに向かうといい。そこからダクトを通れば会議室を覗くことができる。わかった。うん、このバトルシミュレーター、ここでしか入手できない報酬もありますとなってるね。でさっきからなんかいるんだけど、この子、まあこの人元信者だから入るのもたやすいんだろうけど。クラウドさん、お待ちしてました。お忘れですか。僕は信者カンパニー科学部門の研修生です。クラウドさんの状況は幹部限定のネットワークに侵入して把握しています。可能な限りサポートしますね。信頼度の上昇を検知。怪しまれないよう手短に行きましょう。うん、一つ条件達成、二つ達成。これでマテリア、どれが追加された。 ATB バーストガード強化、これいいね。あ、お金がない。ATB バースト、まあここら辺も使うことがないとは思うけど。引き続きバトルレポートのデータ提出をお待ちしています。トイレに行けとなってたけど、どこだろうな。
と見、これが上のエリア、ここか。今がミーティングフロアだから。こんな時でもシミュレーターで訓練ですか。この方向クラウド。え、クラウドだよな。クラウド、大丈夫、同期のクラウドだよ。よかった、生きてたんだな。心配してたんだ、死んだって噂があったから。ちょっと待ってろ、カンセルたちも呼んでくる。ここにいろよ。知り合いが。大丈夫？ああ。だって今。問題ない。先を急ごう。さて、ちょっとだけ装備整えてからさらに進みましょう。さて、どこ行けばいいのやら。いや、まだ上だな、高さは。この場所の。違うな、さらに上になってるね。どこかにエレベーターあったんでね。HP とかは回復済み。下行ってからエレベーターかな。どこか見たような記憶があるけど、あれどこだっけか。今回はスタジオに死んだカンパニー治安維持部門統括のハイデッカーさんにお越しいただいております。今回の非道卑劣極まりない事件に我々は強い憤りを覚えておる。シンラカンパニーはこのような犯罪行為には決して屈しない。必ずや首謀者たちを引っ捕らえ縛り首にすると市民の皆様にお約束しよう。はい、聞いているか卑怯者のアバラッチども。いいか、逃げても無駄だからな。他のプレートは大丈夫だよな。ウータイが攻めてくるっていうのは。突然イベントが発生。え、でもどこだこれ。一旦出るんだっけか。あ、そうだな、こっち側外出てから。情報統制はどうなってる。抜かりなく、すでにウータイと共謀したアバランチによる犯行であるというのが定説になりつつあります。ウータイの動向は。今のところは何も。動いてくれればいいもの、あの臆病者どもが。うん、それならそれでいい。それと一つ気になる報告が。なんだ。パルマーからなのですが。チッ、放っておこう。分かってるよ、エアリスの救出が最優先だろ。ああ、失敗はできない。北条は重役会議に出席するはずだ。まずはチャンスを見極める。ここか、多分。あれでも64はそこだったよね。普通に歩いていけそうだけど。ん、動かない。あー、こんな感じに見えるんだ。いいね、ちゃんと外が見える。エレベーターは高所恐怖症の人からするとね、毎回行くたびになんか怖い思いしなければいけなくなるけど、とりあえず64行けだけか、それでも69行けだけか。あれどっちだ。目指す場所が分かんなくなってる。66階だよね。あ、そっかそっか、69階に行ってトイレ入ってダクト通ってとか、そんな感じかな。多分これは64はさっきのエリアだと思うので。あ、そうだよね、64は。で、ここから多分入れるんでしょう。以前入れなかったような気がしたけど。北条博士もあの中に。そのはずだ。
ああなるほどね、ここら辺。どうする？敵情視察、そのための監視ポイントを探す。なーに、カッコつけてる。トイレの中からダクトに入るって話だろ。トイレはどこですかって聞きゃいいじゃねえか。必要ない、自分で探すさ。うん、こんな感じで会議やってるけど見えるのかな。これ入れるね。まあやめとこう。まあアイテムあるかもしれないから探すっていう手もあるけど。でトイレどこだ。トイレが見当たらない。大抵角の方にあると思うんで、こっち側。ここ女性用だよ。とがめられたね。じゃあ待ってるね。あ、目立つだろう。ティファ、中の方が安全だ。それはそうだけど、うん、まあそうだね。これは店のトイレとかの清掃やってるはずだから、別にね、男子用とかも知ってるはずなんでね。随分また最先端だね。誰もいない。スラムのトイレを見せてやりてえぜ。ダクトを探そう。どこだ？まあ別に個室のところであるわけでもないか。どこだろうな。でも個室でしょ、普通に考えて。個室のどっかにあるとか。え、見当たんないんだけど。こっち側か。これはでももう出口だよね。未来的になってもトイレの形は現代と変わらんっていうね。トイレットペーパーもちゃんと用意してある。え、どこ行けばいいの？わかんないんだけど。あ、あったあったあった。あれさっき見た。あ、そっかそっか。個室は3つあるのね。これか。俺は見張りを頼む。だよな。私は行ってもいい？あんまりここに残りたくないから。わかった、俺が先に行こう。さて行きましょうか。これ後ろ側見えないね。本来であればティファが前に来るべきじゃないかとかね、考えちゃうけどね。ずいぶんとのそのそと。この方向、宝箱がないかどうか。動かないぞ、動かないぞ。え、どうやって動くのこれ。右とか行けないんだけど。ああ、ここの段階でずっと右を押さないとダメなのか。で、ああ単なる換気扇みたいな感じかな。特段調べられるわけでもない。この場で体 U ターンはできないんで、地味に下がりながら。これ後ろ気になるね。でもこのまま下がった後に、あ、何これ。あ、そっちが行っちゃうの、勝手に。上がり続けて目的の場所行けるかなとか考えたけど、ここまで来たら左側を押さないとうまく進まない。さて、一つ穴が見えるけど、アクションあるけど、どうなんだろうな。音を出していいのかどうかがわからない。今は目的の場所目指しましょう。これ下見れないんでね。見れればどうするか
判断できるけど。随分と地味な展開が続く。これでここ右側。そしてようやく目的の場所到着しそう。ここか。では覗きましょう。わし見たんだ、廊下を歩いているのを。しっかりとこの目で。不確かな情報をばらまくな。いやいやいや、こう目の前を通っていって、もうびっくりしすぎてちょっと痩せたんだから。やめか。ねえ、侵入者に関してはうちで対処している。あ、でもプレジデント、わし本当に。リーブ。はい。7番街の被害報告が出ました。倒壊した家屋の数が。暗いニュースは結構。え、他にないのか。では7番プレートの再建計画について。再建はしない。古代史の協力が得られることになったからな。いえ、だからといって再建しないわけには。おばかさんね。ネオミントガルよ。約束の地に新たな魔法都市を建設する。ちょっと待ってください。我々はまだ約束の地の正体すら。北条博士、検査結果は予想通りだ。純血種だった母親より数値は下がるが、古代種と呼んでも差し支えないだろう。約束の地はいつ頃わかる？その件で提案がある。自発的な協力を強制的に引き出す方法を試してみないか。大事な古代種だ。壊さないように最大限の注意を払う。拷問なら私に任せて。戦場仕込みでよければ俺も手伝おう。肉体よりも精神的に痛めつけるやり方が私は好きでね。うひょっ。方法は任せる。ただし母親の二の舞は許さんぞ。ああ、それに関連して考えていることがある。つまり古代種の繁殖だ。古代種の男が見つかればいいが、望みは薄いだろう。ソルジャーあたりから始めようかと。もちろん S 式自意識も試そうと思う。加えて、もっか私の興味は一種後輩にあってね。どうだろう、気になるだろう。うん、他になければ。プレジデント、解散とする。待ってください。匂うな。どんな感じだ。白衣の男を追う。そいつが科学部門統括の北条だ。よっしゃ、うまくいったな。まずエアリスの居場所だ。案内させよう。ということで、
早速行くことになりますが、ちょっと時間が長引いたのでトイレタイムということで今回は終えたいと思います。また次回続き興味ありましたらご覧いただけたら幸いです。ではでは。